おはようございます。本日は2021年11月17日水曜日、ルヴァンカップ準決勝セカンドレグ、アウェーサンフレッチェ広島戦ですね。スタメンに呼ばれてます。ルヴァンカップ準決勝ファーストレグホームで2対1勝ってるんで、有利な状態で戦いますね。じゃあ頑張っていきましょう。スタメンに呼ばれてるんで、ユニフォームはアウェーユニだね。あ、間違えた。アウェーユニ。スタメン、ゴールキーパー、ミケルモンド、山根、山村、チェ、ジェユンのボーイズと、モイタ、田中、大島、アメイド、三笘、馬。サブが、セイヤ、ズミトル、チョンソンニョン、脇坂、クルマや、十五マテズ、島田北さん。長谷川達也さんがいませんね。じゃあ、やっていきますか。いやー、勝ちたいね。多分、相手は、シティゴールになってくると思うんで、まずは、アメイゴール、バットやつ、つきたいね。皆さん、EA スポーツ FIFA にようこそ。今日は任天堂スイッチ版をお楽しみください。雨だけど、今日はサンフレッチェ広島対川崎フロンターレのカードです。相変わらず広島の方は大手の多いね。2008年のサンフレッチェは J2 に降格したものの、監督を変えずに臨みました。サンフレッチェですからね、大脱走ってちゃんと好きなんですよね。 J2 の各チームが攻撃を全く止められませんでした。さて、雨に包まれたスタジアム、両チームはこの雨にどう対処するのでしょうか。ねじ伏せるのか、それとも味方につけるのか。9年前のクラブワールドカップ1回戦サンフレッチェ広島対オークランドシティ見に行ったんですよね。よく覚えてる、青山選手のゴール、1対0で広島が勝ったんですけど、よく覚えてるな。すごい雑さん。さあ、スタメン見てますか。お、ブルーガスペイヤーかな。スタメン、ゴーキーパー大迫、しぶき、佐々木、キャプテン、野上、茶島、奥野、川辺、コワチューズスキー、野津田、アデベンド、ヤンド・ピレイラさんですね。主審は島口春人さん、お願いします。佐々木翔さん、うちのキャプテンは、キャプテンじゃないや、うちのスタメンはこんな感じです。頑張ろう。三笘さんにゴール欲しいな。前戦ってたからね、記事に。あ、なんで川崎のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。まずは先制点を決めたい。ボールが狙われています。はい、OK、ボールを中盤で奪いました。主導権を握りたいね。やばい、ついてけ。味方を使うでしょうか。 OK、 はい、はい、あ、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。遠すぎるように見えますが、ここは打ちました。よしよし。この前の最新で野津田さんがワントップだったけど、今日2列目なんですね。野津田さんワントップに呼んだペアだとかね。これはもったいない、ボールを失いました。佐々木翔、佐々木翔、ごめん。ここは簡単にボールを渡してしまった。さあさあ、行くよ行くよ。佐々木翔、もうパス出したんだ。うまいうまい。はい、はい、はい、いいよ。いやー、ね、このボールは重要です。はい、いやいい、いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。はい、おお、よしよしよし。強い、体をうまく使います。ボールを取った。頑張れ。いいよ。パスをつないできましたが、ここで奪われました。はい、OK、
今あ前方に運びました。はい、いや、おお、マジか、大丈夫、あの移動、今トラックが佐々木翔、はい、うん、奥野博明、カーブ早尾、カーブ早尾、カーブさん、日本代表、味方の位置を確認する、はい、はい、あ、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。点は避けたい、失点は避けたいよ、私。奥野博明、サミエル・アデグベンロ、アデグベンロ、ディフェンスをかわした、止めて、止めた、ボールが転がる、ここは押し出します。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。そう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 、はい、フロンターレが攻めに出ます。うわ、佐々木翔、収まんね、ボールを失った、危ないかもしれない、大丈夫、つまらないミスでボールを失いました。カーブ早尾、はい、よくよくよく、ミッドフィールドでボールを取りました。うまい、はい、アメイルさん、この対戦どちらのサポーターも勝利を期待しているようですね、はい、応援に駆けつけたサポーターのためにも選手たちは負けられないと思います。おお、カードない、カーブ早尾、カーブ早尾、ほんで野津田ガクト、これはフリーキック、直接狙える位置、かなり危険な場所に見えます。2人、ほい、やばい、このシュートを弾いた、ラインを割りました、まだ30分か、コーナーキック、ほい、大島亮太、おいで、おいで、競り合いになりました、見事ですね、狙ってきた、見事に止めました、スーパーセーブです。いやー、すごい、はい、カーベ早尾、このシュートは枠から外れます。攻めて枠には行きたかったですね。ボールはバーの上です。これは決めたかったですね。フィニッシュを浮かしてしまいましたね。ほい、さあどうだ、頑張った、今頑張った、今行け、今行け、出た、出せないか、カーブ早尾、出ろ、いやー、出ないか、素晴らしいクロスだ、一旦ボールを蹴り出します、すぐにボールを戻しました、ナイスインターセプト、ここは攻撃を抑えました、はい、はい、走れー、アミード、オッケーオッケー、カーコースは出ない、よしよし、味方がフォローに来ています、はい、素晴らしい、シュート、隅を狙ったんでしょうか、地味に惜しかった、わずかにポストの外でしたね、今地味に惜しかったな、シュートがあるのがいいことです、はい、野津田ガクト、野津田ガクト、体を当てて取る、奪った、はい、はい、走れ、よしよし、シュートがあるのがいいか、前に出しました、はい、あ、
サミュエル・アデグベンロ、ノツダ・ギャキト。前半終わんねえかな、もう。やばい、やばい、これはチャンスだ。惜しいシュートでしたが、危なかった。枠の外へ飛びました。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半が終了し、現在同点となっています。前半はいかがでしたか、福西さん。そうですね、非常によく攻めていたんですが、決めきれませんでした。柏田さん、今日は0対0。後半いきましょう。後半キックオフ。後半のキックオフ、今度はサンフェッチェボールです。はい、危ない。ノツダ・ギャキト、サンフレッチェが攻めに出ます。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。美しいクロスだ。ボールを蹴り出します。はいはいはい、そう、はい、出た。出てないの。はい、おお、すごい、った。大丈夫。ちょっとこれは怖い。怖い。はい。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。さあ、スタジアムのテンションが上がります。1ステージだと、アウェイゴールのそれ、ダメなんで。1ステージで今、切るとね。大島亮太。うわ、よかった。ここはうまくボールを取りました。はい、打ってきた。キーパー反応した。止めた。ボールが転がる。ナイス。危ない場面でした。モンドさん、いいね。ピンチでしたがクリアして、ひとまず混乱を収めます。カール早尾、ディフェンスを抜いた。抜いて。最高のボールが出た。危ない。ホストに当たったか。足や。おい、パス出したね。強い。体をうまく使います。ボールを取った。やばい。最高のクロス。うわ。よし。はい。はい。うわ、はい、オッケー。ここはボールをダッシュしました。うわ、早い。オッケー、いいよいいよいいよ。シュート、来た。あ、惜しい。このシュートを弾いた。コーナーコーナーになりました。ニノさんいないから、ね、2戦合計はリードですが、失点すると逆に不利になります。そう、不利になる。状況を考えるとセットプレーでの得点は理想的です。手順も変えるか。選手の交代があるようです。ロッカーさんですね。こっちはもうすぐ勝ってしまう。ロッカーさん、皆さん頑張れ。コーナー決めたいね。ほい、いけ。惜しい。わずかに枠をそれました。惜しいね。よし、さあ、そうそう、失点は避けたい。本当失点だけ避けたい。早く0対0でもいいから。うまくボールを回します。はい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 、走れ、今走れ、今行け、よしよし。ここはサポートがあります、はい、あー、なんか奥の広明。いやー、頑張れ。サビエル・アデグベンド、攻守の切り替えが大事です。はいはい、と、よしよし。いやー、ゴール欲しい。いやー、奪われた。サビエル・アデグベンド、時間あるな、結構。はい、よしよし。
中川さん、いい形でゴール前まで持ってきました。いやタイミング合わない。タイミングが合わん。組み立ては良かったんですが、はい、相手ボールになります。はい、はい、運動じゃない。このパスは通さない。前か前から、そう中入って、これ以上ないクロス、危ない場面でした。はい、今のは危険でしたね。田中さん、田中さん、田中さん、サブの選手がピッチに向かいます。コーナー、はい、はい、ここで、ここで大きく前に出します。やばい、カウンター怖い。サミエル・アデグベンド、うわ、待て、よしよしよし、まあ行け、まあ行け、はい、大島亮太、はい、あーいいか、通らず、相手の選手にカットされました。よく読んでいましたね。狙っていましたよ、はい、シュートを打った。こうディフェンダーがブロックします。カーリー早尾、止めて、いやー、中盤でボールをカットしました。やばい、ボールが中盤でカットされました。よし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 、危険な位置です、はい、緊張感が増してきます。今今ヒール、はい、ここでフリーキックです。後半も間もなく終わりでしょう。山田さん、山田さん、流れを変えるピッチに選手が投入されます。今までです、頑張れ。あと2、3分か、あの、されたのに取れて入れたらすごい、締めたい。もういけ、よし、いやなんか体を当てて取る、奪った、よし、2分、よし、よし、決勝進出、両対象、まあ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 、いいでしょう。ゲームが終了しました。試合終了です。ああ、よかったよかった。準決勝のセカンドレグが終了し、決勝進出、通算得点によってチームの決勝進出が決まりました。今日は本戦も明戦も白熱した内容でしたね。でも決勝行きたいのよ。得点のチャンスを確実に拾っていったことが、はい、この勝利につながりました。よし、まあ、勝つかったけどね。まあいいでしょう、絶対勝利も。ジェさん、大君、どうですか。よし、6.0 か。シュート数は5本と9本ね。 MVP はジェジエさん 7.8、 モードンじゃないんだ。 7.8 のジェジエさんですね。アメイドさんも高いね。島田さんも途中帰ってきていい。山田さんもよかった。広島はこんな感じです。はい、セーブ数は大阪さんが1で、モードが5。なんていうのか、MVP を見てるんだっけね、モードさん。JJ MVP ですね。さあ、決勝は、柏です。勝ちたいね、柏です。柏か。よし。決勝いつ？結構間空くな。2週間、3週間空くの、決勝まで。じゃあ、日程進めます。はい、決勝戦。ルヴァンカップ決勝戦。スタミンに暴れてます。ということで、次回、ルヴァンカップ勝ちましょう。勝って優勝の美を収めたい。フロンターレの君だけを残して、俺はヨーロッパに移籍したいんで、勝ちません。優勝しましょう。では、次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。